さんのよっしゃいこな出来事を教えていただきたいと思います。ピーナッツ抜きの柿ピー、はいはい、梅ざらめがあったんですよ。よっしゃと思ってえこれってこういうテーマでやることなの？5パック買ったんですよ。よしこれチャンスと思って。ののさんがそういうなに柿ピーみたいなテーマ話すとあとどうなんすか？マキノの担当やろ。俺が柿ピーの後喋りづらいな。ごめんなさい。いやもう地面を走るのはなかなか苦しいということで、よっしゃ行こうと思ったのがプールなんですよ。もう2キロぐらい泳ぎます。柿ピープールの後ですよね。20歳以下のワールドカップの最終予選と本番があります。すごいでしょ、急に真面目なちゃんとした話。すごいね。ありがたいです。プールからプールからね、はい、いい感じでね。ちょっと静かにしてもらっていいですか先輩？すみません。